皆さんこんにちは、レック専任講師の鎌田です。本日は S 式行政書士合格講座っていうのはどんな講座なんだろうかと、行政書士試験を受けてみようかなとは思ってるけれども、 S 式って何というところの疑問にお答えしようと思いまして、コンセプト、講座の特徴であったりですね、合格までの道筋、どうやって学習していったらいいのだろうかとあったり、合格のための武器ですね、教材としてはどのようなところが使用されてくるのかというところをお話しさせていただければというふうに思います。ところでですね、視聴されている皆さんはこんな悩みを持っているんじゃないでしょうかと。すでに独学で勉強してるけれども、理解に時間がかかって勉強が思い通りに進まないと、やっぱり何か講座を取ってみようかなであったり、毎日忙しいとまとまった勉強時間取れるかどうかが不安ですから、1年間をかけてですね、長い時間かけて学習する、コストをかけて学習するっていうのはちょっと困難だなと、通年講座費用高くて迷うなと、などなどですね、さまざま疑問悩みというものがあるからこそ、この動画をお聞きいただけてるんじゃないかと思いますが、この点ですね、 S 式行政書士合格講座 S 式というのは何なんだというと、スマートフォンですね、もちろんパソコンでも聞けますが、シュレッドタイムですね、細切れ時間でと、1コマ15分ですから通勤通学時間に学習できますよと、さらにセレクトをですね、重要なポイントを厳選した60時間の講座になっていますので、要はですね、60時間で正確な知識を身につけて短期合格を目指しましょうと。コスト、講義にかかる時間というものを抑えてですね、合格に必要な効率的な学習を目的にしましょうということで構成された、作り上げられた講座なんですね。これだけ言われてもイメージ湧かないですよね。ちょっと対比してみましょうかと。基本講座の対比というところですが、合格講座ですね、通年講座のようなものをですね、通年講座のようなものはテキストで言えば2000ページぐらいあると。さらに1コマ約230、失礼いたしました、2時間30分ぐらいですね、1年間かけて約200時間ぐらいですね、勉強していかなければいけない。全体をくまなく丁寧に学習したい方向けはですね、もちろんコストとしては20万円ぐらいかかってしまいますが、こういった講座を取る方がいいのかもしれない。一方で S 式講座というのは60時間ぐらいですね、記述対策を含めれば70時間ぐらいですし、テキストの量も約300ページですね、1ユニット約15分、なおかつトータル時間としては60時間ぐらいですので、限られた時間の中で効率的にコストを抑えて学習したい方向けにはなっていると。コストも20万円に対してですね、4分の1ぐらいのお金で済んでくるのでと。じゃあですね、本当にこれで受かるのかどうかってところが皆さん一番知りたいところなんじゃないでしょうかと。ちょっとイメージしてみてもらえますでしょうかと。今から行政書士の試験を目指してですね、勉強してみようというところで、法律知識を勉強しますと。法律の森の中に入ったのをイメージしてくださいと。この時に右も左もわからないですよね。ここから出口、合格を目指してくれっていうのが独学で学習する話なんですね。一方でですね、この森の中に私たちのような講師がですね、一緒に入ってですね、これはこうなんだよ、こうなんだよと、こっちなんだよ、あっちなんだよとガイドをしながらですね、進んでいく。この方が確かにですね、出口、合格までたどり着けそうですよねと。ただガイドをつけるとなるとコストかかるんですよと。ちょっとコストかけられないよなと。そこでですね、コストをかけずにどうやったら合格できるだろうか、自力だと独学だと右も左もわからない、大事なところもわからないと遭難しちゃうと。そこで考えていただきたいんですが、こちらですね、もし仮にすでにですね、皆さんの頭の中にこの森に自分が入ると、自らが入るという前に全体像が把握できていて、出口この辺にあるんだと、なおかつ重要なポイントとしてはこの辺りを通らなきゃいけないんだという指針が入っていればですね、いざ森の中に入った時にどうにか自力で進んでいけますよねと。全体像を把握して重要な通り道のポイントが把握できていれば自力で行けますよねと。ガイド、高いお金つけて進んでいく必要性ありませんよねと。それがですね S 式行政書士合格講座なんですね。まずは60時間というところで全体像、重要な指針というところを把握してもらいましょうと。次のスライドのところですね。ステップ1としては講義の中で聞いていただくと、基礎知識の理解イメージ、重要知識を理解イメージしてですね、まずは3から4割の幹となる部分ですね、全体像であったり重要なポイントというのを把握していただく。そして、アプリの問題演習でですね、さらにですねサバイバル術というものを身につけてもらう。これだけじゃなくテキストも見て覚えることによってですね、講義で扱っていなかったような知識も付け加える。サバイバルの技術をより高めると。5から8割の合格な必要な知識というものをテキストで蓄えてもらう。このテキストで蓄えた知識をもとにさらにアプリでサバイバル術を実際に訓練してみると。もう一つ大事になってくるのが実際のトラブル事案ですね。事件、サバイバルをしている時にトラブル発生しますよねと。そのトラブルと過去の事例というものをきちんと処理しておくと、考えておくと。これによってですね、正確なトラブルにも対応できる知識、思考力が養成されてくる。なおかつ行政書士試験という形で言えばですね、記述に高いウェイトが含まれてますから、記述対策も付け加えておくことによってより合格というものが近づいてきますよと。このようにですね S 式合政書士合格講座っていうのはまずもって短い時間ではありますが、講義の中で大事なところ、重要なところ、全体像はお話しする。大事なところ、全体像が付け加わっていれば、あとは自分でサバイバルする実際の訓練を積んでもらうことによってどうにか自力で這い上がることができる。過去問などを処理することによってですね、過去のトラブル事案も把握しておくことで、いざですね問題が起きた時に自分の頭で考えられるようになってきますので、この繰り返しをすることによってコストをかけずとも合格できるんですね。実際にですね一般合格率の3倍の方がこの S 式行政書士合格講座ではやることをやってれば合格できていますので、通年講座がですねだいたい20万円ぐらいかけて5割、一般合格率の5割から6割増しになるわけですから、5倍から6倍になるわけですから、その4分の1の額で一般合格率の3倍というところはなかなかですね、皆さんにとっていいんじゃないかというところでですね S 式を私は推してるわけなんですけれども、じゃあ実際に S 式というものはどのような形で勉強していくのかのイメージをつかんでいただければと思いますが、まずですね講義ですね、講義の中では重要な項目をですね図表で分かりやすく、できる限り分かりやすくと、初学者の方が分かりやすいように説明しようという形で努力をしていますと。なおかつですね講義の最後には1問だけですけれども超重要知識を確認をすると。講義の中で扱った絶対押さえておいていただきたいところを確認をしていくと。この講義を聞くだけでもなかなかの実力がついてくるわけですけれども、その他にもですねテキストもですね過去問をですね10年以上分析していますので、例年本試験の6割以上の知識はこのテキストに載ってる。問題演習などの知識をですねメモったりですね欄外にメモったり、このテキストに付け加えていくことによってですね7割8割9割と自らのカスタムによってですね情報量は増えていくわけですね。通年講座のように2000ページぐらいあるテキストを学習しなければ合格できないというわけではないと。重要なところが載っているテキスト、なおかつ過去問などで勉強した知識をメモるなどしてカスタマイズしていけば合格というものはかなり近づいてくると。さらにですね法律科目の試験ですから、テキスト過去問で出てきた条文を見ておくということも非常に重要なので、合格六法というところも使ってくださいねと。条文を見るということ、意識をづけるということは択一知識でも生きてきますけれども、特に記述のところでですね、条文の要件というものとしてはどのようなものがありましたかという形で40字ぐらいで書きなさいという問題多いですから、日頃からテキスト過去問で出てきた条文というところを見ていただきたいというところなんですね。そして何よりも S 式の特徴が1800問掲載しているアプリなんですね。携帯でできる、パソコンでできる問題ですけれども、移動中なのにできると。しかもこれ1800問入れてますので、市販の問題集と同じぐらいの量が入ってるんですね。だから講義聞いてこれの問題集とテキストだけを繰り返していればかなりの実力がついてくるんですね。またこのアプリはですね、皆さんの勉強のモチベーション維持のためにですね、こちらにあるように勉強の進行具合であったり、他の人たちとのランキングですね、自分は今どの辺にいるんだろうかっていうところも分かりやすくなっている、把握できるようになっているので、モチベーション維持っていうのがなかなかですね、試験をやっていく上においては特に生の講義を聞いていないと、通信というところになるとなかなかモチベーションが難しいんですが、今自分はどの位置にいるのかっていうのも把握できますので、是非ですねこのアプリっていうのはやっていただきたい。そして過去問演習ですね、合格を確実にするためには過去の問題でどのような聞かれ方がしているのか、どのような知識、どのようなテーマが聞かれているのかっていうのを把握できなければいけませんので、過去問集もこなしていただきたい。それに合わせて記述試験ですね、300点満点中60点が記述の配点割合ですので、合格点180点ですから、そのうちの60点が記述で占められてるわけですから、かなり記述3問ですねありますが、60点取れてしまえばあとは択一で120点取ればいいので、かなり楽になっていく。だからこそ記述対策っていうところもぜひ合格したいという方は取っていただきたいと。最後の総仕上げとして模試を受けてくださいと。模試を受けることによってですね、現場の雰囲気に慣れると。試験本番なかなかですね、メンタル勝負なところもあります。事前に慣れていくことによってですね、試験本番でもケアレスミスを防止することができるということにもなりますので、ぜひ模試も受けていただきたいと。このようにですね、まずは講義であったりを聞いて、聞いた講義の内容の単元のテキストを見ましょうと。さらにその部分の一問一答のアプリであったり過去問演習をしましょうと。これらを何回も何回も繰り返すわけですね。必要に応じてですね、記述対策をしたいというのであれば記述対策も取ると。この基礎知識の確保、補充、定着というものを繰り返すと。この繰り返しの作業ですね、要はサバイバルの術というものを訓練すると。自らが訓練して出口にたどり着けるようにするという努力ができればですね、合格というものはできてくるんですと。これだけのですね問題あるわけですよ。一問一答アプリ1800問あります。過去問はそれプラスアルファですから、これだけの問題をこなして、なおかつテキストのところにメモっていったりカスタマイズしたりですね、過去10年分を分析したテキストを使って、10年分以上ですねを分析したテキストを使ってですねカスタマイズしていく、これだけのことをやれば合格というものはつかめてくると。実際に一般合格率の3倍のところが実績として出ているところですので、ぜひですねコストを抑えてでも合格したいという方は S 式をお勧めしたいということで、本日ですねこんな熱く語らせていただいていますが、最後にですね、なりますけれども、皆さんにお伝えしたいのはこちらですね。何事もやるかやらないかだと思いますと。一歩踏み出せるかどうかというところで未来は変わってくると。コストを抑えても3倍合格率は上がってくる。それが S 式ですので、ぜひですね S 式合格講座でですね一緒に合格を目指していければなというふうに思っています。本日ですね S 式行政書士合格講座というものはどんなものなんだろうかというところをお話しさせていただきました。コストを抑えてでも合格したいという方はぜひ一緒に頑張らせていただければと思います。それでは本日のガイダンスはこれまでとさせていただきます。お聞きいただきましてありがとうございました。